はい、ヤホマル、ヤホマル、みんなヤホマル、ヤホマル、ヤッホー。はい、元気になりました。っていうのもね、私配信しばらくしてなかったんですけど、死んでました。実ははい、もうね、最悪でした。ほんま、薬病神ついてんかなと思うぐらいのことが結構あって、そう、前回キャンプして、で、私川に使ったスイカを食べたら、まあ、川の水を飲んでしまったんですよ。言えばキャンプ行って、まあ、川の水を飲んでしまって、そっから胃腸炎になってしまって、あれで、胃腸炎からのまたそれが悪化してみたいな、まあ、救急車運ばれてからのまた悪化してみたいな感じで、ちょっと死んでました。で、無事最近復活したんやけど、聞いて。で、私考えたね、なんでこんなについてないんやろうって。マジでついてないんよ。だってその前もなんか携帯を海に落としてん、なんかそっからなんか不幸続きがめっちゃ続いてて、まずタコ釣りに行ってたんよ。そしたら風がピューって吹いて、携帯がピューって海の中飛んでいってみたいな。そから、その次キャンプ場行ったんだけど、キャンプ場行ったら私のめちゃくちゃ大事に使ってる30万ぐらいするカメラ、30万ぐらいか、もっとするかなぐらいのカメラが、いきなりまた蜂がピューって飛んできて、ガチャーンって倒れて、レンズがバキバキになって潰れました。次っていうか同じ時に胃腸炎になるやろ、で胃腸炎悪化したやろ。あ、でベンティも足の裏怪我して、そう、足の裏怪我してずっと休んでてん、私が胃腸炎になったと同時に。だから私のも大事なもんが全部なくなっていく。あ、ほんで財布も、私が大事に使ってた財布もベンティにぐちゃぐちゃにされて、もう財布使われへんなったやろ。だから財布、携帯、カメラで、ベンティ、それから自分の胃腸炎、それからまたこの間です。だから胃腸炎も治ってさ、ベンティもじゃあもう散歩行ってドッグライン行こうと思って、こうやって車からベンティ下ろして歩いてたら、いきなりベンティがうううううみたいになりだして、で走っていって、でリード伸び縮みするやつやってんけど、フリーにしてビューってやってたら、いきなり全部紐出してしまって、ビューって走っていって、おーみたいな感じやってたら、いきなりバーンって、私こんなんなって吹っ飛んでさ、ちょマジで、で足もぐさぐさになって血まみれ、もうやばいんやって。だからもう薬、もうなんかもう薬払いせえな、やばい、マジで痛かってよ、ほんまに。今もあれ怪我治療中や、ここも見て、こんなんなって、まあだいぶ治ったけど、こっちはめっちゃ痛いしみたいな。もうなんか全部やばいから、とりあえずもう薬払いをするっていうのと、あともうしばらくな釣りもできてないから、今日はもう魚を引っ張られへん代わりに、もうママこそ引っ張ってやろうと思ってます。80キロ級の巨大、なんで80キロやねん、違うわ、を引っ張ってストレスを解消して厄払いをしたい。私明日誕生日なんやんか、だから誕生日の前に厄がもうブワーってきてるから、それをもう厄払いするのと、あとは最近暑くて魚釣りもできてないから、その代わりに80キロ級の巨大魚を釣って、80キロちゃう、今日は楽しんでいきたいと思います。頑張りたいと思います。で今準備中なんで、ちょっと準備中、もうすぐ、もういいですね、もういけますね。はい、ルールは簡単です。2人が綱を持って引っ張り合います。で、引っ張り合いをして、引っ張られた方はプールに落ちるという、今日はそういう大会ルールになってますね。落ちるか立つか、もうその2択なんですよ。それを今日はして、頑張って2人でね、親子綱引き釣り大会したいと思います。体重
私50キロなんですよ。ちなみに60キロなんて。うち60キロ。嘘つけよ。ほんま絶対嘘やろあんた。60キロ。ほんま、うん、それほんまか。ほんまほんま、うん、60キロな、うん、マジで、うん、20キロぐらいサバ読んでない、読んでない、マジで。ちょ、めっちゃ強い、絶対強い。で、はい、意気込みじゃお願いします。パン屋の底力を見せたる。あ、やばいやばい。結構力こぶありますね、あなた。プリプリンやけど。マジで。じゃあお母さんね、あの毎日ね、あの何やったら25キロ、うん、25キロやってるんですか。25キロの生地持ち上げてるんで。やばいやん、毎日ガッツ。マジでガッツしてる。でも力では負けへんと、体重と力では、うん、でもな、綱引きっていうのは絶対な、じゃあ言ったら悪いけど、こっちも魚釣ってきたやろ、巨大魚、うん、だから負けへんと思う。あのやっぱ力任せじゃ勝たれへんねん、この競技、うん、まあ私の主張先していいじゃん。私はな、あの魚釣りを経てコツがあんねん、力を入れる、うん、力任せに引っ張ってもそれは負けてしまうねん、うん、力の入れどころのコツっていうのを私は知ってるから、うん、腰の入れ方とかそういうのをもう経験を経てるから、もう今年釣り5年してることなんやから、だから負けません。ということで選手入場。選手入場します。それだけかよ、普通やんけ。やりますよ、こんだけね、あのプールもあの用意したんで、今日はもう水止めてくれた。プールも用意したし、お母さん、あとはこのぶっといガチのツナな、これ3万円出して買ったんです。本当は高かったよ、ほんま。どこにも売ってなかったよ、探したよ、めっちゃ。3日戦で負け。じゃあ待って、自立。
すいませんでした。ちょっとだるいってマジで。ちょっと負けたんやけど。強すぎんねん自分。強すぎんねん。強すぎん。じゃああんたな、うん、子供やでこっち。容赦なさすぎやろ。なあ。なあ。勝負にそんなん関係ない。最低。どうやった、強かったか私。ああ、スタミナ的には負けると思う、お母さんは。あ、じゃあ粘ったらもっと。粘ったら負けてる。もっと粘ったら負けてた。うん、もう一回する。いや。イエーイ。これで厄払い。厄払いできた？できた。あの、この入った瞬間にもパーンって飛んでる。見えた？なんか見えた見えた。もう飛び、みんな飛び散っていってた。飛び散ってた、見えた、うん、役が、うん、マジでこれであんたは明日いい誕生日迎えれる。マジ親としてそこは頑張った。よかった、よかったです。ご利益あってよかったし、まあ、そんな感じで浄化されましたんで、また皆さん、はい、ちょっと明日誕生日なんですよ。一歳としております。まあ記念になりました。おつまる、おつまる、みんなおつまる、ありがとう。バイバーイ。バカバカだ、まったく。バカバカだ、まったく。じゃあねー。